はようございます。肩慣らしです。お疲れ様です。赤スピード踊り肩慣らし、毎日 YouTube、はい、ラジオ配信してます。お願いします。はい、ね、なんかアンコーズ、はい、はい、うちの事務所のアンコーズという後輩がいるんですけども、はい、なんか今度うちのガヤにすいませんおに出るのが決まったというか、もう収録まで料理かな。そう、あ、料理強いな。で、その料理の枠、料理の枠って言ったらあれだけど、なんかいるよね、うちのガヤって、その料理芸人さんみたいな。いや、料理が一番なんかやりやすいんだよ。うん、だから定期的におもてなしってことだからね、あれね。おもてなしガヤがおもてなしっていうコンセプトだから。そっか、料理ばっかっていうか、もう今のテレビ番組料理ばっかだよ。多いっすか、料理かクイズしかないでしょ。もうそれでしかできないんだよ、多分。料理、大食い、大食い多いな。クイズ、激辛、この4つ。今のテレビは、座感してるか。いや、マジでそう。この4ジャンル。バラエティ、まあまあ、全部それ、うん。だから、その、アンコーズの、アビコ、アビコって方の方がすごい、まあ見た目、ね、申し上げたら画像を見てほしいんですけど、すごい見た目、深海魚ですよ、もう。そうですね。深海魚で、うん、アンコーズとはもううまくいったことで、まさしく、もうまさしく、もう深海魚、もう細うて、深海魚の上に上がってきた時の深海魚だね。もう下の方から、もう、わあ、気圧で、ブリュッって、なんかもう、パキョッってなっちゃってる。まあ、検索してみてください。深海にいる状態、うん、っていう、ちょっと、まあ、そういう見た目のやつなんだけど、うん、まあ、料理がうまいんだよね。なんだっけ、なんかどっか就職してたんだっけ、なんか、うん、料理長かなんかだった。あれ、そこまでなんだ。結構なホテルの料理長だったみたいなノリだった気がするけどね、なんか細かく覚えてないんだけど、うん、まあ免許もあるのか知らんけど、なんかそういう感じで料理が本当に本当にうまいからっつって、うん、本人だもん YouTube でね、うん、職質キッチンですね。そうです、そうです、キッチンって職質合うからね、よくね、1日 2,3 回職質に合うぐらい見た目がマジそうそう、やばい。そうそう、もう職者、自転車国の速そうな、うん、完全にそんな話もしたり、まあ、しましたけど、探してください、はい、っていうやつで、のアビコが、うん、まあ見た目も多分面白いからっつって、うん、割とあの見た目でやっぱり料理ができると面白いかってことで、うん、もう本当にオーディションの時点からもうすごいグイグイ、うん、いいねいいねみたいな感じだったんで、うん、でやっぱ料理芸人って言われると、そのうちの会に出てた、うん、俺がよぎるのは藤井なわけですよ、うん、藤井21っていう、うん、元オフィス北野の芸人がいて、なんだろうな、ピン芸人さん、ピン芸人で、うん、まあ料理がうまいってやつなんだけど、うん、ちょっと藤井ってさ、なんだろう、別に全然嫌いじゃないけど俺、うん、藤井のこと、うん、なあこいつっていう感じの節が結構あったじゃん、うん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 、なんかすぐ、うん、なんか例えばなんか食ってると、あーこれ柚子胡椒だなとか言ったりして、うんうんうん、なんかそれちょっと鼻につくような雰囲気を周りの芸人はみんな感じてたにして、あとなんか制作の会社があそこはとか話をしたりとかして、そんな別にちょっとテレビ出たやつが制作の話とかしてるイメージがあったんですけど、でこの間アンコーズに会ってもう収録してきたって話聞いて、相方の、辻本くん、丸尾の方に聞いて、どうだったって聞いたら、いや、もうめちゃくちゃ良かったですって言ってたの。うん、結構もう、後藤さんとかも面白い感じになって、純粋に嬉しかったですみたいな雰囲気で喋ってて、良かったなぁ、で、アビコ良かったじゃんって言ったら、アビコが、まあ、あそこは、極東電子台っていうとこの制作やってて、うんうん、すごくいろんな番組を作ってるところだから、すごいこれは良かったですね。あ、っていうか、うちのガヤって制作が4つぐらい入ってるんですよ。うんうん、なんとかとなんとかって言って、うんうん、めちゃくちゃ俺藤井がよぎったのでね、なんか共通点があるのかなと思って。料理できる芸人は、なんか、そこ共通してんのすごくない？いなくない？そんな、制作の話する人ってさ。意外に料理って、なんか、分かっちゃったかもしれない。マジで？なんで制作の話に行くんだろう？ね、
聞いたことない。前俺料理できる人ってネタも作れるっていう話したんだけど、うん、それって多分、うん、ネタ作れる料理できる人って、うん、感覚でやってる人が多くて、うんうん、じゃあ多分ほとんどはネタできる人が料理作れるんだけど、うんうん、アスワさんとかかな、そう、後ろシティの、うん、で俺も別にそんな詳しさじゃない、うんうん、もう感覚、あ、これ組み合わせればとか、なんかパーッてこれがあれば、あ、じゃあ、あの調味料とこれで、ミューズンクッションとかそういうノリじゃない。あ、味噌ライバリア。あ、これ、ゆずこしょう合うんじゃないかなぐらいの感じで、やって、はあ、ほら、あった。面白いでしょネタ。みたいなノリでできる。じゃあ、たまに、ネタ作れない、ネタできないくせに、料理ができる、モンスターが生まれる。さあ、言ってみてください。藤井でしょ、アビコ。アビコでしょ、あそこ、アンコーズも丸尾が作ってるから、うん、そう、ネタ作ってるのは相方のデブの方の丸尾、うん、じゃあそいつらって何で料理作ってるかっていうと、うん、理屈なんだよ。あー、麺があります、ほんとやわ、醤油があります、あ、味噌があります、うん、なんかよくわかんないけど発酵物です、はいはい、はい、なので、うん、っていうことで考えてるから、これ多分もしかしたら、うん、世の中の物事も電子代があって制作会社4つの制作会社がありの、そこのここにハマりのやって、そうやって考えながら、まあなんかこう物事を多分できないんだよ。だからネタ作れないのに料理できるやつはやばい。違いますか、どうです。だからその番組が制作会社から成り立ってるもんだから、なんかそんなとこばっか気になったりするんだ、産地とか。そうそう、どうでもいいじゃん、本当に料理うまい人ですから、んそんなさ、だこどこがどことか、そんな余計なとこばっか気にすんだ。だからそれがちょっと周りからしたら、なやこいつって思う節になるのか、なんかわかんないけど、いや、そうそんな気がしたな。そう、すっごい似てるもんをパーンって感じたんだよね、藤井と。はぁ、またでもそういう人ってなかなか出てこないからね、今ちょっと他にいないけど、ルイージヒルが他にはいない、そんなに料理芸人の数も多いわけ、まあ、いるか、いるよね、知らないからね、その他の人たちの普段の、そんな感じ。でも本来ほとんどこのバンって売れてる人はネタもどんどん作れる人だと思うから、うん、だから多分そんな嫌な感じじゃないんだよ、ね、もしかしたら、まあ、なんかロバートの馬場さんとか多分ネタ考えてない人だったと思うけど、料理の前じゃん、うん、あの人もそういう節あんのかな、うん、もう話してみたらそうなる。全然知らんけど、いや話したこと、話したこともないけど、ひょっとしてそういう節あるのかな、もしかしたらあるかもしれない。ひょっとして話したらもう若手の頃から制作がどうとか、そんな芸能界何年もいた人が気にすることを言う。なるほどね、可能性あるな。いや、それはそうかもしれない。理屈で料理してるんだ多分、わかんないけどね。いや、そんなような気するよ、アビコ。感覚でやってる、やっぱ経験とかのその理屈、すごい、何と何は合うっていう公式を知ってたりする感じでしょ、多分しっかり調べちゃったりしてるかもしれないね。ピッチリと。いや、本物な、まあ、料理面白い、まあでもちょっといろいろ因果関係が面白かったな、あると思います、はい、ということで、うちのガヤがすいません、ね、答えを出すんだよ、私が。はい、アンコーズの放送まあでも本当にハンターらしいからね、これから呼ばれるかもしれないから、ぜひ注目してみてあげてください。売れてほしいね。そうですね、いってらっしゃい、足